マジ聞きたいんだけど、友達のクズのデブが女の子狙ってるらしいんだけど、普通デブって恋愛において人権ないと思うんだけど、どう思いますか？あ、意外とそんなことないよ。俺の周りのやつもやっぱね、普通にね、男女問わずこうデブ戦っていいんだ。え、いるいるいる。 俺の友達の女とかにもおるもん。ずっとデブばっかと付き合う女おるよ。普通に可愛かったりする。ああ、なんだよ、ね、包容力とか言いようけど、別に人権あるんじゃない。マジデブ生理的に無理や。まあもうまあ、さあ無理なやつもおれば無理じゃないやつもおるんやないから。人間ってほら幅広いんだから、こんなに人がいるんだから。キョウちゃんおっぱいでかいじゃん。お、最高だ。朝から笑いすぎて体痛い。お、こんなんで笑えるのか。大丈夫か、まあ、疲れてないか。今のままでの彼女は基本的にふくよかな方が多い。ああ、まあわかる。まあふくよか、なんか日本語ってめちゃくちゃ難しくない？これなんかさ、いっぱい種類あるやん。デブ、ぽっちゃりとか、なんかマシュマロとか、ふくよかとか、こんもんでわからんよ。どれがどれぐらいか分からんし、難しいわ。デブって締まりいいの気がする。いや、分からん。限度による。分からん。お前らの想像しとデブと俺の想像しとデブが違うかもしれんし、難しいわ。人前に立つとモテるって締め切りの大切みたいな。じゃあそうだわ、正解だぞ。ふくよかとデブの違い分からんし、人それぞれ間違いない。本当に分かんない、俺違い。もう米と同じサイズにしてほしい。米か服と同じサイズにしろ。人の体のデカさ分からんけん。そのなんかデブとかなんかポチャとかなんかふくよかとか そういうの分かんないから、飯と同じサイズにしろ。マジで大女、中女、小女にしろ。分からんけんさ、頼むわ。マジでどんな化け物でも後ろ向ければなんとかなる。そうかな、体型ばっかりは後ろごまかせんけど、ちょっと待って。